1週間前に16万キロ乗り潰した愛車がとうとう壊れました。ちょっとテンションが下がり気味でなかなかプラモに手が出せませんでした。どうも皆さんこんにちは。なんとかね、愛車と別れを告げて、来ることができまして、少しずつまたプラモデルに戻っていこうかなという次第でございますけれども、今回はこちら、前回に引き続き SD マクロスバルキリースペシャルセットからこちら VF1 スーパーバルキリー作っていきたいと思います。前回こちらのストライクバルキリーの方を作った時にですね、コメントでいただきました、このスカル正体のマークがとても綺麗に抜けてますねっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。でこのスーパーバルキリーマックスさんのスーパーバルキリーのところにもこのスカル正体のマークついております。で今回は、組み立て工程もお見せするんですけれども、特にこの私が、別に私が編み出したわけでもないんですけども、この、スカル正体のマーク、やっぱりシールだとどうしてもね、曲面なのでデコボコになっちゃってちょっと雰囲気出ないなっていうこともあると思うんですけども、ちょっとした工夫で、綺麗にこのスカル正体のマークを抜くことができる、私のやり方、テクニックというほどでもないんですけれどもね、ちょっとこの部分、スカルマークの抜きの部分にちょっと今回はフォーカスして、制作過程をお見せしたいと思いますので、よければご覧いただければと思います。それでは行ってみましょう。今回使うのはこの2枚のランナーでございます。こんな感じでですね、ゲート処理、それから合わせ目の処理をざっと済ませました。ここから、部分塗装をしていきたいと思います。で今回皆さんにご紹介したいこのスカル正体のドクロマーク、はい、これを綺麗に抜く方法を今からやっていきたいと思います。手順としてはこのキャノピーのパーツ全体にこちらラッカー系のサーフェイサー、もしくはラッカー系の塗料ですね、を全体に拭きます。で乾いた上から今度は水性の塗料を塗っていきます。で水性の塗料が乾いたらこのドクロの部分、ピントが合わない、ドクロの部分をマジックリンを浸した綿棒でなぞっていって、綺麗に白く抜けるようにしていきます。ではやっていきたいと思います。ではキャノピーにまずは白サフを吹きます。白サフが乾きましたので、この上から今度は水性の塗料を塗っていきます。スーパーバルキリーの色はこちらキャノピー青ですのでね、この青の水性塗料で塗っていきます。もうどこがどうとかはあんまり気にせず、こう平筆で塗ってしまいます。カメラの部分、緑色なんですけども、この
マスターグレード RX78 のガンダムの余ったこのホイールシールを切って貼り付けて、グリーンの UV レジンを流し込んでカメラっぽくしてみようと思います。が濡れましたので、この水性塗料も乾きましたので、いよいよここをこのちょっと暗いですね、スカル正体のこのドクロのマーク、それからこのアウトライン外枠の部分、をマジックリンで拭き取って浮き上がらせたいと思います。使用するのはこちらキッチンマジックリンのこの液体のタイプ、そして、ダイソーさんで売られてますこのコットンウッドスティックというこのネイルアート用の拭き取り綿棒みたいなもんですね。先端がこんなに、尖ってて細いので細かい作業にとても向いております。ではやっていきます。このコットンウッドスティックの先端にマジックリンを染み込ませます。でちょっとつけすぎてしまうと、消したくない部分も消えてしまうかもしれないので、ちょっと拭き取ります。はい、では行ってみたいと思います。いきます。どうでしょうか、少しずつこのドクロのマークが浮き出てきているの分かっていただけますでしょうか。でこのコットンウッドスティックなんですけども、やっぱり小さくて細いので、割とこうだんだん先っちょがこうやって塗料がもう染みてきちゃって、何回かこうマジックリンで繰り返してやってると、もう早めに先がだんだん広がってきちゃってダメになってくるので、これはもうちょっと使ったらすぐに、交換するっていうやり方の方がいいかと思います。まあ、ちょっと資源の無駄遣いっぽくなっちゃうかもしれないんですけどもね。はい、たくさん入ってますのでね、ぜひ遠慮なく使って上手にこのマジックリンで拭き取っていけたら、いっていただけたらと思います。では引き続きやってみます。これ一回また新しいのに交換します。どうでしょうか、今回もこれだけくっきりスカル正体のドクロのマーク抜くことができました。本当はこの目の部分も青いんですけど、ちょっとここはですね、後から爪楊枝とかを使って再度塗りつぶしたいと思います。マジックリン抜き、こんな感じでいつも私やっております。ぜひ皆さんもお試しいただければと思います。てかもともとある技法なんでしょうけどね。はい、では引き続き今度はもう完成まで一気に作っちゃいたいと思います。
VF1A スーパーバルキリー完成いたしました。こちらのスカル正体のマークの抜きの工程をメインに今回はお伝えしたんですけれども、変形の機構に関しては前回ご覧いただきましたストライクバルキリーと全く同じでございますので、割愛させていただきたいと思います。稼働に関してもほぼ同じですが、今回のこの VF1A の方なんですけども、もう、バックパックに頭が引っかかっちゃって、もう首は回りません。はい、バトロイド形態はほぼもう腕しか動かない状態でございます。はい、まあ、こういうもんだと割り切ってね、SD ですんで。だけれどもやっぱりあの変形は健在でございますのでね、この後はバトロイド、そしてガオーク、ファイターそれぞれの携帯で、スチール写真でご覧いただきたいと思います。こちらの、水性塗料をマジックリンでこううまく抜く方法、ぜひ皆さんも、試していただけたらと思います。ちょっと、模型の製作の塗装の幅が広がるんじゃないかと思います。もう他の方がねいろいろやってるかと思いますけども、はい、参考にしてみてください。それではチャンネル登録、そして他の動画もよろしければご覧になってください。今後ともよろしくお願いいたします。